俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し今に全てを吸収すればこの身を打ち直せる。全て、まさか俺という全ての意志の代償にだ。お前の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れ者が恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。顔を継ぐ一心。この名は、お前に預けよう。うん、安らかに眠るがよい。順序ってこういう意味だったんだな。投稿の願いを叶えた後、あいつの意志は永遠になくなる。カゴ鶴瓶一心、初めてあやつの名を聞いたでござる。どうやらあやつも内心では自らの所業を認めてはいなかった。だからその名をずっと心の底に秘めていたのでござろう。意志が消え去る最後の瞬間にやっとあやつはそれを託すことを決意した。本当に投稿の願いを叶えたかったんだな。強き願いはあやつを突き動かす原動力となる。だがその原動力に執着しすぎたあまりに、あやつは歩むべき道を見失ったのでござるよ。拙者としては罪人を罰するよりもあやつが道を踏み外したことに気づき引き返してくれるのを願っていた。重々承知しているでござる。これは拙者の性格の弱点なのやもしれぬ。拙者は生来強き願いに感化されやすいようでござる。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、メガリレーを廃止しようとする人々を見た時も、そしてお主が揺るぎない意志で神に会おうとし肉親を探していることもしかり、これほどたくさんのことを目の当たりにし、知らず知らずのうちに惹かれていたようでござるな。カズハ、これからもお主らを支えていこうと思う。拙者のことが必要な時は必ずや助太刀に向かおう。そういえば九条釜爺にも知らせた方がいいんじゃないか。うむ、事の顛末を伝えなくてはな。それにちょうど拙者も彼に答えを出さなくてはならぬ。君たち、事件は解決したと聞いたよ。途中かなり危険な目にもあったようだけど、結果的に誰も犠牲にならなくて本当に良かった。天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を行っている。天沼優也の調査結果も近々出る。彼が罪を問われることはないだろう。おお、お前って結構情報が早いんだな。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について返事をしたい。とりあえずこの刀を見てはくれぬか。これは籠鶴瓶一心、すでに失われた楓原家の鍛造術によって鍛え上げられた刀でござる。こたびの偶然の開口により拙者は
こやつを回収して打ち直した。そして一神殿を伝承し続けることをこやつと約束した。故に今後も引き続き各地を放浪し、この刀を研究しようと思う。そうか、わかった。楓原家は刀鍛冶の家系であった。この先もそれに力を注ぐべきでござる。それだけではない。仮にお主の行為を受け入れれば、幕府と三五宮の間にある矛盾の渦に巻き込まれる可能性もある。拙者には向いていないでござるよ。いや、誤解だ。決してそのような考えは。わかっているでござる。しかし拙者はこれからも自分のやりたいことをしたい。そうか、わかった。今回の話はなかったことにしよう。でももし考えが変わったり、幕府の助けが必要となったりした時には、いつでも僕に相談してくれ。ああ、その恩情誠にかたじけない。これからどこを旅するんだ、カズハ。ふむ、とりあえずは姉君と一緒に後悔するでござるよ。次の目的地については風向きに任せるでござる。